早速試合の方を始めていきたいと思います。第1ブロックの第3試合です。波動ファイト。さあまずはおけけおのステータスからご紹介していきましょう。さあいつものって感じしますが、あ、すごい珍しい。一番奥側のユーキャン選手3241、真ん中のハムカー選手1135、そしてケイラビット選手が4411。さあここでオルカ点数を取っていきます。そんなオルカのステータス、一番奥側ヤハル選手が4321、真ん中ヨネ選手1135、そしてコウイチ選手が3331といったステータスとなっております。さあ3331ね、久々に見ましたね。まずは1対1、残り時間は30秒を切っている。壁の裏をしっかりとユーキャン選手避けていく。だがしかしやはり選手が対角のケイラビット選手を取っていった。さあここで追加点、残り時間は20秒。さあ結構ねかき乱されてますね。さあ残り時間15秒を切ったところで2点差。お互いにもうね壁が強いシールドがありませんが、やはり選手が最後のシールドを張っていく。さあここでしっかり点数取っていけるか。残りは3秒。さあここで試合終了、1対3、オルカの勝利です。おめでとうございます。